ウロラ川は、スペイン・バスク州ギプスコア県を流れる河川。ユーラシア大陸西端部のイベリア半島の付け根付近を流れる。全長は約 60km。カンタブリア山脈の一部のバスク山脈に源流を持ち、そこからおおむね北へと流れて大西洋の一部であるビスケー湾に流れ込んでいる。ウロラ川水系の主な河川は川口側から次の通りである。ウロラ川の河口とビスケー湾。ウロラ川はスペイン北部のバスク州ギプスコア県をほぼ南から北へと流れる河川である。バスク地方のギプスコア地方をほぼ南から北へと流れる河川とも説明できる。ウロラ川の流路長は約 64.5km で、流域面積は 337.47 平方キロメートルである。ウロラ川沿いには上流から順にレガスピ、スマラガ、ウレチュ、アスコイティア、アスペーティア、アイサルナサバル、セストア、スマイアなどの町が形成されている。ほぼ真北へと流れていたウロラ川は、レガスピの先で、イリモ山を東に迂回するような流路をとっており、ウロラ川が、イリモ山を東に大きく迂回したところに形成された、町が、スマラガとウレチュである。その後もイリモ山を回り込むように今度は、北西方向へと少しの間流れた後、再び北へと流れる。アスペーティアでは、支流のイバエデル川を集める。1991年には、イバル川がイバエデル川に合流する地点に、イバエデル湖が作られた。イバエデル川の支流である、エレシル川は、東から西に流れる河川であり、その侵食作用によって、東西方向に谷を形成している。エレシル川の流域には、アスペーティアから約 10km の位置にエレシルという自治体がある。イバエデル川との合流後、ウロラ川は、ショショテ山の東側を北へと流れる。同じくウロラ川の主要な支流のグラナダ川が合流してくる付近に形成されたのがアイサルナサバルの町。スマイアの町はウロラ川の川口部に形成された町である。河口における平均流量は 7.97 である。サスタラインの滝とも呼ばれるアギレタ滝ウロラ川の中流域、ちょうどセストアの町が形成されている付近を西から東に流れている支流のサスタライン川の近くにサスタラインの滝が存在する。この滝はアギレタ滝とも呼ばれる。ウロラ川が流れるウロラ谷には1926年から1986年までウロラ鉄道という狂気の鉄道が走っていた。ウロラ鉄道は内陸部のスマラガとカンタブリア海沿岸のスマイアを結ぶ路線であり、両端でレンフェやバスク鉄道の路線と接続していた。路線長は 34.4km であり、15駅間を約70分で走行していた。廃線後もアスペーティアから下流側のラサオまでの間の約 5km の区間は保存鉄道として蒸気機関車が運行されており、アスペーティア駅にはバスク鉄道博物館が設置されている。これに対してアスペーティアから上流側へも伸びていた線路の跡は遊歩道として整備されている。ウロラ川のスマラガよりも上流側にはセルカニアス・サンセバスティアンが運行されている。この路線はスマラガ駅よりもわずかに下流側で、それまでウロラ川へと向かっていた路線がカーブしてウロラ川の右岸に接する。スマラガ駅よりも先はウロラ川の流路に沿うように路線が設置されており、ウロラ川の最上流部、ちょうどバレンディオラ川がウロラ川へと合流してくる付近に設置されているブリンコラ駅よりも少し上流側までウロラ川の流路と路線とが並走している。なお、その先はトンネルでウロラ川流域から外れてゆく。ウロラ川やその支流にはブラウントラウトが生息している。この川の名称のユラという語は、二つのバスク語の単語が合わさったものである。バスク語において、ユアとは水を意味する単語であり、オーラとは工場などを意味する単語である。中世にウロラ川の流域には、水車を動力とした機械が見られた。ありがとうございます。